はい、のんちゃん、午後1本目。えい。はい、かの子1本目。早い。切り返しが必要です。ええー、面白い。クイックな膝の返しを求めてるわけね、午後は。もう後半いいじゃん。はいはい、ムサコ1本目。午前中の緩斜面だったらその角度でもいけるんだよね。腰の下までギューってエッチングしてこなきゃね。もっともっともっと胸回っちゃダメ、最後。はい、のんちゃん2本目。のんちゃん膝の返しがネックになるね。ここがちょっと 9m だったね。で、ここから振り幅を広くしてヘアピン、最後が 11m、 4つっていう感じ。はい、かの子じゃない、ランナー、かの子ヘアピン。ここがちょい深回りにしてヘアピン。はい、最後4つ。はい、ムサコ。すげえ顔。はい、ランナ2本目。ランナはこの膝の返しの細かいセットの膝頭を絞りながらテールを押し出すっていう、この動きの練習をやんなきゃいけないね。角付け変えて、もう少し変えて落ちてってからウエイトかけた方がいいね。はい、のんちゃん3本目。膝下で速い感じでね。のんちゃん出ちゃったね。さすがに情報は取れない。ちょっと両足が揃わないんだね。ムサコ。こう。早い切り返し。ラス位置だね。はい、ランナー3本目。今、早い膝の返しに取り組んでおります。できるだけ打ち方を崩さないで両もものセット
ットをするのが課題ですね。OK。ランナー、下っていうか中盤だね。ここは9メーター。で、ヘアピンが5メーター50。あ、ストレートが5メーター50。で、出口が10メーター。はい、のんちゃん4本目。はい、はい、かの子。もう少し蹴るの動きを抑えたもものひねりが欲しいね。そうするとエッジグリップするし、後半のローテーションが気になるね。のんちゃん4本目の中盤、ストレートのエクササイズポール。武蔵4本目、上のヘアピン。はい、かの子。遅え、膝の返しが。みんな疲れたけ？でもラスト1本って言ったら、うん。やろうみたいな。来ちゃったの？